リエさんと俺が戦いに行きます。そういうことですね、はい、おー、あれ、あ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 と、今なんか逆転してますね、 RDSA チームが。あ、 A チームが1位。今は今1位ですね。とりあえず金丸選手がひたすらにギャップを作らないと、一回放送の方の、はい、エンジンに乗り換えるので、ここクソになったからね。え、誰が？愛子ちゃん。愛子ちゃん、え、もう疲れてる？はい、まだだって6分しか経ってないよ。結構疲れました。あと3周ぐらいで入るよってだけ、なんかサイン決めといたら。いや、決めてた。真ん中の決めてるか。あ、決めてる。分かってる。そんなことぐらい分かってる。ほら走って走って走って、ボーストで10周って、かなりの結構。そうですね、ハンデですよ。はい、今33秒、うん、33秒8くらい出してるんですけど、はいはい、だいたい37秒フラット6秒入ればいいかなぐらいなので、今ユウ選手入りましたね。そして、はいはいはい、そしておそらくこれでアンジ選手、杉原アンジ選手が、はい、次はね、うん、やっぱり3秒もあると、はい、まあ単純に計算して10周30秒、うん、まあ言ったらロスするので、はい、ユウ選手は変わって、アンジ選手が、はい、次は出てくるそうです。さあ、この人も通って。ここで、あれ、放送じゃないですか。放送使いましたね。音が違いましたね。変えましたね。これで10周。アンジさんが一番体重軽いんですよ。はい、あの、3人の中だと。はい。なんで、ここで10周行って、富山戦を見ていただいた方は分かると思うんですけど、うんうんうん、あの時もあのドクロのエンジンが遅いかと、はい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 、プロなんです、そこに関してはね、はい、そうですハンデもらうプロ、ハンデもらうプロハンデのプロ、ハンデのプロ、アンリ、はい、ハンプロですからね。ハンプロですね。だから堀江選手結構かかってるところもありますよね。そうですよね、はい、このね、堀江選手の堀江チーム、はい、A は、はい、堀江さんと俺が戦いに行きます。ただ今この愛子選手が、あ、愛子選手があと1周という指示を出しました。はいはい、で、愛子選手がアーリー選手を抜いたんですよね。はい、で、多分そろそろ、はい、アンリ選手も入ると思います。もう10周近く走ってますか。はい、で、あと30分ですね、はいはい、半分切りましたか、はい、今半分切りました、折り返し地点ですね。なるほど、はい、これでアンリ選手が戻ってきた時に、うん、ちょっと一旦落ち着きますよね。どれぐらいのまたギャップが空いてるのかっていう。で、現在暫定ですけど、もちろんピットの回数とかも違うんで、はい、暫定ですけど、トップが RDS B チーム、B チーム、はい、2番手が HIU の A チーム、はい、A チームですね、3番手が RDS の A チーム、A チーム、はい、で、4番手 HIU の B チーム、はい、で、5番手が、ミクスチームですね、はいはい、このだから HIU の B チームも堂々の選手でね、ちょっとこう先頭走ってたんですけども、はいはい、堂々の選手、そして、中野選手、藤井選手というチームですから、うん、この辺はだから堂々の選手にどれだけ走らすかとか、そうですね、そういった駆け引きも大事になってきますけども、はいはい、ただ1人絶対に5分以上走るというのが決まる。おー、なんか、ここでなんだなんだ、どうした、なんかやってます、なんだ、ユウ選手と堀江選手が、堀江選手、いや、ユウ先生じゃないですね、堂々の選手です。あ、堂々の選手か、はい、の堀江選手の行きましたね。なんだいや、先ほどもあったんですよね。まあ、走あのトラブルとかじゃないんで大丈夫だと思う。わざとですか。わざとでもないと思う。あのお互い HIU なんで。そうですよね。そうですよね。はい。どうぞの選手も後ろでガンガン押しますよね、はい、今。降りて走って降りて走って降りて走って。そしたら
はい、乗ってエンジンかけとく、ブレーキしてエンジンかけとく、まだよ、はい、行きます。さあ、今この状態、これ今戦ってるのはこれアンディ選手と、そして、堀江選手ですね。そうですね。アンディ選手はホースト、そして堀江選手はツーストということですけども、はい、あ、でここでアンディ選手が1周出しましたね、はい、これでハンデは消化しましたね。さあ、ホースト入ったんだ、はい、これで RDSA チームの10周ホーストで走るハンデは消化しました。なるほど、はい、そして RDS チームは A チームの方は塚越選手にね、もう変わってるんですけども、はい、これで一巡したって感じです。あと、ユースケ選手が出てこられましたね。そうですね、はい、今後チームですね。今後チームから、RDS の B チームに変わってるんで、そうかそうか、はい、なんか昇格したんですよね。昇格したらしいです ね、 やっぱ出たがりなんでしょうね、そうなんですよ本当に昇格したわけじゃないと思いますよ。と思います、はい、僕も、はい、なんかプロデューサーの力だと思うんで、はい、なんかさっきごちゃごちゃ言ってましたからね、はい、俺を出させろって言ってましたよ、はい、ほんまにある人みたいなのよね嘘です、すいません、はい、優しい人です。そうなんだ、はい、あの人はね、それ言われて傷つく人だよ、ね、やっぱね、可愛いんですよ、はい、炎上差し上げてください狙ってるらしいですから、ね、さあ、残り25分、はい、なんかめっちゃゆっくりじゃないですか。いやいや、あのプロテクターが足りなくて、こっちの方が大事そう、はい、あの安全がね、大事だから。明日も仕事がある人だったら頑張って、はい、安全運転で。どうですか、今状況としては、うん、RDS、まあ暫定また10位なんですけど、はい、RDS B チーム、はい、2番手 RDS A チーム、うん、3番手 HIU B チーム、うん、4番手 HIU A チーム、あらで最後ミックスチームなんですけど、え、 HIU A チーム、おっと、ここで堀江選手スピンしたっすね。ちょっとそうですね、イエロー出して、イエロー、イエロー出して、イエロー、危ない危ない危ない、あ、もう今出たから大丈夫。堀江さんのクラッシュは想定内ですか？想定外です、もちろん。でも車壊れてないみたいなんで良かったです。今帰ってきます。で、光選手が今、阿部選手入ってきましたね、はい、ビーチ後ろから、あれはなんか今なんかすごかったぞ。あ、やってますね、やってますよ、阿部選手と、はい、あの、ごめんなさい、皆さん、あれはやっちゃダメです、ダメですよ、あれは、はいはい、なんだ、今、関口選手と阿部選手が、あれ、僕ごめんなさい、見てなかったんですけど、あの、ピット内、はい、ピット内でもやってました、今のピット内でガッチャン当たって、今やってはる、堂本選手、ガンガン抜いていく、あ、いったいった、これはレースです、これは大丈夫、そうですね、はい、だからあのやり取りをしている間に堂園選手はもう見てましたね、はい、外が空いたっていうことで、はい、冷静だな、13歳であの冷静さ、いやーね、素晴らしいですよね。じゃないとやっぱ全日本でトップ走られないですよ。それに近い30超えてる、うん、光選手の大人げなさ、うん、もうね、まあそれがいいところってことしておきましょう。そういうところなんですよ、はい、もうさ、2人ともさ、週関係ないじゃないですか。で、高台くんがさ、結構やっぱ来てるよね。いや、じゃあ追いついてる。15分ぐらいまでね、堀江さんが最後に。いやいやいや、もう俺いいわ。5回5回はでも5回ピットにしないかんから。じゃあ、ゆうひくんが出ればいい。またえ、せっかく堀江さんですよ。いや、もういいよ。大丈夫、5分だから。5分も持たない。
あのね、ごめん、これ48歳のおじさんなんで、もう無理。おーっと、インから行ったか、さあさあ、譲らないですね、譲らない、いいな、この戦いは楽しいな。で、しかも、超楽しいと思います、あれは、ね、お互い。お互いね、はい。お互いやっぱり、もちろん速いし、はい、腕もあるし、経験値もあるんで、はい、ギリギリの戦いができるんですよ。はいはいはい。この流れてる速度で戦ってるわけじゃないんで、はいはい、その、言ったらこの速度で走ってれば、うん、大まかに言うと、止まってるのと一緒じゃないですか、はいはいはい、同じ速度走ってる、 そうですね、はい、そこの中でやり合えるっていうのは今もずっとやってますけど、はい、で僕グッと押す、さあさあアベイカル選手がインから行ったと思った次はグッと押さえた、押さえた、はいはい、アベイカル選手がグッと押さえましたよ、はい、やり方が分かってるね、お互いここまで行っていいっていう、ね、でもそれ以上はあれだって本当だったらもう、いやもう普通の人相手同士だったら行っちゃってますからね、あれぶっちゃけ、僕、ヒカル選手ってレースでこういう姿を見るの初めてなんですよ、はい、あだからやっぱこれ関口選手やからやってるんですよ、やってるプラス、はい、あの一応わかんないですよ、どこまで考えてるかわかんないですけど、はいはい、RDS B チームってことなんで、はい、HIU のチームをちょっと抑えなきゃっていう、もうだから後ろが高田さん来てますよ、知りませんか、うん、で、まあ、ごちゃごちゃやってればもちろんギャップは後ろ縮まってきますよね、塚越さんは単独出してるんで、はいはい、であんだけやってればこの2人遅いんで、なるほど、はい、さあ高台選手が近づいてきましたね、これはすごいぞ、これは面白いな、いやこれぞ、うわプロの上さ、ただ中から関口選手行って、はい、そしてで光選手これ結構簡単に生かしたんで、はい、多分そういう考えなんですよ、あえてだな、はい、あえて生かしたんだ、でもこれで光選手抜いてったら割れますからね、これちょっと高田選手は、はい、ガチャガチャやりだしたら、あ話しちゃうぞと、単純にやからやってるだけいやでもね、これいきますよ、入りますよ、さあ高田選手は、はい、揺さぶってますね、塚越高田選手揺さぶってますね、ここすごい勝負ですよ、すごい GT でもあれですかね、先日も AU 対アステモでやり合ってる中ですからね、はいはいはい、これでこれだからちょっと言い方悪いですけど今の GT300 みたいなもんですからねちょっと石田選手には申し訳ないですけど今のはね、はい、だから一緒に走りますからね、はい、300も500も走りますから、はい、行ったけどただ塚越選手結局は生かされない、はい、だから光選手行かないですね、やっぱりそうか、高台さんはサポートしてますね、サポートしますね、後ろから押してる感じですよね、はい、いやなるほどね、つまりは子供のように僕は素人から見たり違うんですよ、大人の駆け引きがやってたんですね、いやもう全然してますね、素晴らしい、こんな押してる、押してる、後ろからちゃんと押してる、はい、なんで今のもアウトからもインからも入らず、おー押しすぎやりすぎあれって実際、はい、あるんですか、チームで走るじゃないですか、はいはいはい、ああいう後ろから押すとかもあるんですか、ありますね、あるんだ、あるし、チームが別だとしても、はい、例えば1位の人がちょっと離れてて、はいはいはい、2番手、はい、3番手がやりかけたら、うん、お互い空気読みます、で、僕たちカート、僕もレースは出てましたし、このクラスで一応チャンピオンも取ってるんですけど、はいはい、もうこうやって前行こうって2人で、いや、お、行きましたね、その間にさって行きました、スルッと、すげえな、そしたら次、阿部選手はさらにここを抑えにかかるということだ、これを邪魔するのか、これ邪魔しますね、しますね、かー、だしちょっと関口選手、うんのペースが上がらないかなっていう、これがタイヤがちょっと垂れてきてるのかなっていう、摩耗が激しくなってきてるんで、それもあるのかなっていうのと、あーいやでもちょっと、あーいい勝負してますね、ね漕いでますね、漕いでましたね今ね、漕いでました完全、塚越選手、
だから何が一番すごいっていうと、うん、これ阿部選手が今一番変じゃないかっていう、うん、これ2人についてってるんですよ、はい、普通に確かに、はい、なんでこれ単独出し出したら阿部選手一番変じゃないかっていう、はい、でここでミックスチーム石田選手から小西選手、はいね、はい、これただちょっと今見てて思ったんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけ RDS A チーム、そして B チーム、はい、そして HIU、A チームがここまあやり取りしてるわけ。いや、あれ今光選手が押した、ちょっと押したんじゃないかな。立ち上がりでまだこう立ち上がりで完全に荷重がまっすぐになってないところでクワーンってクワーンってなってましたね。今手口選手が多分あれ押され、もちろん単独でスピンしないんで、そうか、はい、でこのままペッて入りましたね、はい、それやっぱちょっと押しましたね。押してたんだ、はい、であれはダメですあれダメ、あれペナルティータイプ、あれペナルティ、あの場合ですよ、ちなみに光選手のペナルティが効くんですけども、はい、RDS チーム A が効かないんだ、もう B にしか効かないんだ、あれは RDS B チーム、 B チームしか行かないんだ、はい、そのチームのためにわざとやってるのに関係ないんだ、ちょっと関係ない、そうか、はい、さあここでビット回数全部で5回というルールですが、あれただ今愛子選手が行ったので HIU チームは1回1回3回1回ですよね、はい、だからあのあと1回ですよね、はい、すげえ俺もさっきいやはめられて押してくるぞめっちゃ危ないもう危うく森に行けるって自分が押してくる、押してた、言うねそして今堂々の選手入りましたね、はい、入りましたね、はい、さあこれで4回目のピットになります、はい、HIU B チーム、おそらく続いて中野選手が出てくるんじゃないかと思われますが、はい、さあここで残り10分の、はいはい、ラスト10分どうなっていくかですね、うんうんうん、まだピット消化しきれてないチームが、うんうん、これでも前者まだピット消化してないのかな、してないですね、1回ずつちょうどしてですね、してないです、どこも。ただ、RDS B チームが、うん、あ、そうか、佐藤選手、光選手の後佐藤選手が出てきてるんで、最後、はい、吉選手ですね、そうですね、なのでここはあと1回残ってる、はい、はい、全部1回ずつ残した状態ですね、そうですよね、気になる何なんだろう、俺たち、はい、俺たち何なんですか、結局でも今のとこだって今北口のところは抜いてったから、こうトップなんで、あ、じゃあかなり接戦ってこと、今トップ RDS A チーム、はい、2番手が HIU B チーム、はい、3番手 RDS B チーム、 HIU A チーム、最後ミックスチームっていう、ほうほうほう、で今ですねギャップが、はい、RDS A チームと、はい、HIU B チーム、はい、ワンラップ空いてるんですよね、相当な開きだな、はい、RDS B チームもワンラップなんで、うん、で HIU が A チームが5ラップ、これ HIU A チームは、うん、まあそうか、ただね、あのぶっちゃけあのそれ堀江選手、まあだから関口選手、愛子選手おられて、うん、で今この4位という、そうなんですよね、これやはりあれですか、阿部光選手のこのプレッシャーがかなり効いてるか、効いてましたし、あと、はい、あの先ほどのピット事件、あの、ね、ちょっと堀江さんが、はいはい、ガガってなった時の結構ロスだですし、で途中トマスもあったんで、ありましたね、で今ユウ選手がありましたね、さあで、はい、RDS B チームがユウスケ選手からヨシ選手に今変わりましたね、あ、うわ、あの速さでこれ入ってるのすごいな、確かユウ選手がアンディさんと今交代してるんで、はいはいはい、これも、RDS A チーム B チームは、消化したってことですね、で意外とだから本当にホリエモンチームが最後めちゃくちゃペースいいからちょっと展開が読めないですね、 HIU の、はい、B チームが入ったのかな、今入ってる、ね、HIU に今出てきました、 A 入りました、 また銅像の選手が入ってきました、これでおお HIU の B チームは
今銅像の選手も入りましたね。はい、別にあのルーティーンは何でもいいんで。あ、いいんだ。で、例えば中野選手が走った後に藤井選手じゃなくて銅像の選手が来た。あ、もう全然大丈夫です、はい、つまり HIU B チームが今2位だから、ここで RDS A チームに勝負を仕掛けに来ているということだ、はい、そうですね。なるほど。なんですけど、ちょっと2ラップあるんで、まあ分からないですけど、最後まで。そして HIU A チーム、愛子選手がまだ変わってないということで、そうですね。で、最後、そうですね、1回だけ消化しきってないのが A チームですね、HIU、はい。そしてちょっと残り、そうですね、はい、で残り5分切ってるので、はい、え、残り5分切ってるとなると、はい、ってなるとそうなんですよ、これおかしいですよ、はい、あれペナ、あ、ちょうど入りましたね、今、うん、ご愛嬌というか、ご愛嬌ですかね残り6、残り4分なんで、まあ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 、あの、はい、ご愛嬌だと思いますコリエ選手に変わるんですかね、最後。そうだと思いますよね、はい、はい、そう、ということでトップ争いは RDS A チームと HIU B チームということですが、はい、実際この今走っておられる高校はここですよね。はい、これだから抜いても、抜いてもワンラップまたあるんで、そういうことですよね、はい、おー、あれ、あ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 、そう、でもこれすぐスタート切れるんで大丈夫だと思います、はい、さあ、大丈夫ですね、これただ、はい、これでも HI、RDS の A チームと HIU B チームが1番手、2番手がやっただけだったんで、うんうん、差は変わんないですよね、変わんないですよね、はい、で、なんなら今これで RDS B チームが2番手に上がったんですよ、あら、ヨシ選手が。なるほど、これだからヨシ選手残り3分守れれば、あ、無理ですね、ごめんなさい、もう無理でした、あ、もう抜かれました、あ、はい、あ、ごめんなさい、何でもなかった、早すぎ、早すぎ、スッて、もスッて行かれたわ、はい、あ、早っ、ちゃうな、これさ、先ほどのね、はい、ところで、はい、まあ、一緒にこうクラッシュ、クラッシュでいいんですか、はい、まあそうですね、はい、という形でいいですか、はいはいはい、ここ、あそこの時に堂園選手がなってなかったら、はい、抜いていけば、はい、これ話ちょっと変わってましたよね、はい、これさあ、インをどうする、おー、インから行く、はい、まあ、綺麗に来ましたね、これでも、フロ、おお、こっからもうワンラップギャップがあるんで、かなりですよね、ちょっとね、あと2分なんで、そうですね、まあ、アンディ選手が、はい、はい、まあ、うん、何もなければ、何もなければですよね、はい、これで吉選手と絡まらなければ大丈夫ですよね、はい、まあ、そこ相性悪いですからね、相性悪いですからね前回もぶつかってますからね、はいはい、一番静かに燃え上がっていますかね、ここのライバルですかね、アリさんはタイムを競う時も自分のタイムがどうのこうのよりも吉さんに勝ってるかどうかでね、喜ぶか喜ばないか決まってるんでねそれをね、吉さんもね、静かにね、やっぱね、こう投手前にしてね、同じスーツ着てるのに、そうなんですよいや、だってやってるやってる、やってる、いや、同じチームだって同じチームだってなんでなんでそうなるの。まあ正直言ったら、吉選手今もうあれですからね、3番手なんで、はい、もうちょっと行きたくなっちゃってるんじゃないですか。なるほどね関係ねえやと、はい、でもあれでもしもね、RDS A チームがスピンしてみ、はい、怒られるよ。サクッって縮まりますかね、それでね、え、はい、残り1分ですね。なんで次の次、この次が最終ラップじゃないですかね。そうですね、はい、さあ、1時間割とあっという間でしたけども、はい、RDS A チームもこのままトップで戻ってこれるかというところですね。いや、でもなかなか見どころのあるところが結構あって、はい、これファイナルラップです。ファイナルラップ、よし、はい、よし、攻めろなキヤキヤしますね。さあ、そしてまあ、堂園選手もね、はい、
引き離してはいってます、はい、ギャップをね、広げてはいますが、はい、やはりさあ、いいですね、来ました、優勝が来ました、さあ来ました、はい、いや1時間なんかやってますね、いや2人でね、はい、やってました、はい、嘘ですからね、はい、思ってないです、はい、まあ、仮にアンリ選手は勝ってるんで、はい、思って嬉しいと思いますけど、ね、ユース選手は全く思ってない、全く思ってないです、はい、いいのかします、もうまだやってる、まだやってる、これちょっと今あれアプライドですかね、ちょっと俺が勝ってんだからピットに先にやるの俺だろっつって、何抜かしてんだって、いやでも1時間あって結局大きなトラブルもなく皆さんしっかりと最後まで走り切れたのってやっぱすごいですよね、ね、堀江さんのチームの方々に関してはこのカートでここ走るの初めてですかね、そうか、練習もほぼほぼしてないですよね、してないですよね、でこれはすごいと思いますよやっぱり、はい、横浜結果発表、それではいきますよ、はい、今回の優勝、とんでもない結果になりましたけども、優勝からいくんですか、優勝からいきます、え、5位じゃないですか、5位からいきますよ、5位からいきますよ、さあ第5位ですね、 HIU RDS ミックスチームでーす、周回数89と、お、それがあります、うん、さあそれでは続いて第4位発表していきたいと思います、第4位周回数95 HIU A チーム、おー俺ね、おすごいなんですね、 A チームですね、 A チーム、はい、A チーム、 A チームが第4位だったんです、え、え、何なの、いや本当にそうだと思ってなかったからびっくりした。エンジン、そうなんですよ。エンジン。うまくやらないと、そうですね、なんか回転数が2500から3000ぐらいのところがなんか変なスイートスポットがあって、うん、そこでちょっと。ゆっくり失速したんですよね、そうゆっくり上げていかないと、まあ、全然スイートじゃないですね、かなりスイートじゃないスイートじゃないのとかって俺は、そろそろ言い訳も大丈夫です、いや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 、本当にあともう一個あの辺でオーバースピードでちょっとエンジンの回転数落ちた時も同じ現象になって、うん、すいませんでした皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしかった、さあそれでは第3位、第3位は周回数99RDS Bチーム、僕らの3位、ちょっと待って、ね、え、じゃあなんでバトったの、そんな変わんないじゃん、変わんないじゃん、最後、アンリ選手とヨシ選手のバトルは上でも議論になってました、うん、なぜ何やってんだろう、バトルに行くなんて知らないんだもん、何週間、僕は B チームとしてプッシュしようとしたんですよ、あ、プッシュやったんですね、でも俺は頼んでないんです、プッシュさあ、それでは優勝発表させていただきたいと思います、はい、うん、本日の優勝周回数101 RDS チームー、やったー、なんだよってことは、そう、週のところは何週ですか、はい、HIUB チームは周回数100ということで、うわー、週差だ、週差あったんだ、そうなんだ、森さん、これどうですか、今日のカートは楽しかったですか、いやでも首痛いっす、首痛い俺も途中から首痛いと思いながら、こう左首が痛いんですよ左の方が多いでしょ、高速コーナー、確かに、ね、いやでもこんなスーパードライバーたちをお迎えしてね、できたのすごいですね、本当に、うん、ね、でもゲストの皆さんありがとうございました、ありがとうございました、でも
そうよね。はい、何ですか。優勝したチームには何でしたっけ。そうなんです、 RDS チームが勝利ということで、なんとバジルマフィアさんで堀江さんがおごりの祝勝おー、なんなんだそれ俺いいことなんもねえんだよ首は痛めるし、エンジンがなんかおかしいしとか言って本当だよ俺仕組まれてたでしょということで、皆さんご視聴ありがとうございました。 RDS レーシングではカートの魅力を伝えるためのさまざまな企画を行っていきます。今回の対決が面白かったと思った方はですね、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこの番組ではスポンサー募集しております。カートやモータースポーツが大好きな方からの応援をお待ちしております。というわけで皆さんありがとうございました。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 誰皆さん、バイバーイ。まあ、スポーツの番組でございますが、皆さんフェアプレーで楽しんでやっていきましょう。この通り手でアクセルとブレーキを操作するカートです。本当に足で踏んだ時と同じようなアクセルのフィーリングがあるんですけど、はい、もう本当アクセルはもう握ってればいいのかなっていうぐらいで本性出てきた、本性出てきた、ほら